HP49-50 シリーズはヒューレットパッカード社の製造したグラフ電卓である。普及した HP48 シリーズの後継機種である。製造期間は1999年から2015年と長い。HP49-50 シリーズには4種類の電卓がある。これらの電卓はアルグ入力モードと RPN 入力モードを持っている。 HP48 シリーズはアルグ入力モードがなかった。しかし、本シリーズから RPN 入力モードがデフォルトではなくなり、アルグ入力モードがデフォルトになった。内蔵の数式処理システムを使って数値と記号の計算を実行できる。その CAS は HP48 シリーズから継承したアルグ48とアラブラを組み合わせて改良したものである。 RPL を搭載した HP 車電卓はこのシリーズが最後となる。HP49G1999 年8月に販売開始された。HP49G は本体に伝統的な色を採用しなかった初の HP 車の電卓である。メタリックブルーの色調に加えてキーボードの材質はゴムであった。このゴムキーボードは 従来の HP 社電卓のキーボードのようなクリック感がない。さらに HP 社の電卓の特徴であった大きなエンターキーもなくなった。HP49G は HP48 シリーズで利用できた強力なユーザーインターフェースと数学機能の多くを新しい HP49G 用のファームウェアに組み込んだ。HP48 シリーズと違って 電卓上でシ産アピールとサターンアセンブリ言語を容易にデコンパイルあるいはコンパイルする機能も組み込まれた。HP49G はフラッシュメモリを内蔵しファームウェアを更新できる最初の HP 社の電卓であった。さらに HP48 シリーズに付属していたソフトポーチの代わりにハードスライディングケースを採用した。 HP49G の最終公式ファームウェアは1.18であった。いくつかの非公式なファームウェアが HP49G の開発者によって公開され、非公式ファームウェアの最終バージョンは1.19から6であった。この後、HP49G 上でその後継機種である HP49g と HP50g のファームウェアをインストールできるようになった。 なぜそのようなことが可能になったかといえば、ハッカーが HP49g と HP50g のファームウェアを改造して、PC エミュレーター Emu48 上で動作できるようにしたからである。Emu48 は HP48 シリーズから HP49G までのハードウェアしか再現していないので、HP49g で追加されたサトラン命令と ARM 命令を実行できない。 そこで、ハッカーたちは HP49g と HP50g のファームウェアからサターン命令と ARM 命令を削除し、サターン命令だけに置き換えた改造ファームウェアを作成した。前述のように、Emu48 は HP49G までのハードウェアを再現しているので、Emu48 用の改造ファームウェアを実機の HP49G に特殊な方法で、 インストールできるように修正すれば、実機の HP49G に HP49g と HP50g の改造ファームウェアをインストールすることができたのである。少なくとも、ファームウェアバージョン2.09までは、実機の HP49G にインストールすることができた。2003年に HP49G のファームウェアの CAS のソースコードが LGPL ライセンスの下で公開された。このコードは対話型機化学プログラムと後継機種 HP49g と互換性のあるいくつかのコマンドを含んでいる。ライセンス制限のために再コンパイルされたファームウェアは再配布できない。HP49g2003 年8月、ヒューレットパッカード社は HP49g プラスを販売開始した。 この電卓はメタリックゴールドに着色され HP49G との後方互完成があった。HP49G で不評だったゴムキーに代わってプラスチックキーが採用された。HP49G のハードスライディングケースは廃止され、かつての HP 電卓と同様のソフトポーチで電卓を保護するようになった。設計、製造は 台湾の金峰エレクトロニクスで行われた。この電卓の特徴は、全面的に更新されたプロセッサーアーキテクチャ、USB トイルダ赤外線通信、スタカードによるメモリ拡張、そして多少大きくなった画面であるが、それ以外の改良もされている。この電卓のシステムは新しく採用された ARM プロセッサー上で直接実行できない。しかし、 今までの HP 社電卓で使われてきたサターンプロセッサーのエミュレーターを搭載しており、その上で実行できる。このことによって h p 4 9ムは HP49GE 用に書かれたプログラムのほとんどとバイナリレベルの互換性を維持している。それだけでなく HP48 シリーズとソースコードレベルの互換性がある。h p 4 9ムで初搭載された。 サターンプロセッサーエミュレーターは、サターンという拡張命令も持っている。このように、ARM プロセッサーでサターンをエミュレートするプラットフォームを Apple シリーズと称する。ARM でサターンをエミュレーションしているにもかかわらず、h p 4 9ムは、あらゆる過去の HP 車電卓よりも高速であった。HP49G に対する速度向上は、処理内容に依存するものの、 約3から7倍である。ARM 用に書いたプログラムを実行することすら可能であり、エミュレーションレイヤーを完全に迂回することもできる。GNUC コンパイラーも利用可能である。HP48G2003 年10月20日に発表された HP48G は名称から想像されるような HP48 シリーズの後継機種ではなかった。実際のところは アームプロセッサを搭載した h p 4 9グラムの一種であった。しかし、メモリは削減され、SD メモリカードスロットもなくなり、CPU クロック周波数も低下、画面も小さくなり、ファームウェアも書き換えできなくなった。名前から判断すると、HP48 シリーズに見えるが、HP49、50シリーズなので、アルグ入力モードと RPN 入力モードを、 搭載している。この電卓は計算機能を望んでいるが、多くのプログラムのインストールを望んでいないユーザーを狙ったように見える。HP49g の廉価版とも言える。最初の2003年のバージョンは128キブラムを搭載し、単4電池3本で実行できた。2007年の第2バージョンは4つの単4電池を用い、256キブラムを搭載している。 USB ポートが追加され、改良されたキーボードも特徴である。HP50gHP50gHP50g は、HP49-50 シリーズの最後の電卓である。最大の外観の変更は、本体の色調である。伝統的な HP 車電卓の外観に回帰している。本体全体に黒いプラスチックを使用し、白色、オレンジ色、黄色が、 シフトキーに使われている。黒い本体の表面は滑りにくくするために HP49g よりもザラザラとしている。色違いの機種として高いコントラストを強調した青と白の配色のものも存在した。HP50g の形状と大きさは HP49g と同一である。しかし HP49g は 単4電池を3本使うのに対して HP50g は4本使用する。HP49g の全機能に加えて HP50g は HP48G シリーズに搭載された完全な数式ライブラリーも搭載している。それだけでなくファームウェア2.15、2.16において HP48SX 用の拡張カードで利用できた。 周期表ライブラリーも搭載している。HP50g は HP49g のイルダと USB ポートに加えて 3.3VTTL レベルの非同期シリアルポートが追加されている。HP49g と同様にイルダの有効範囲は約 10cm である。HP50g のイルダは USB ポートと非同期シリアルポートの間にあるが、 黒い光沢のあるプラスチックに覆われていて存在が分かりがたい。また、非同期シリアルポートは、本当の RS-232 ポートではない。異なる電圧レベルを使い、非標準のコネクタを使うからである。RS-232 機器との接続には、外部変換アダプターが必要である。HP49g で最も批判された特徴であるキーボードは、 以前の問題を解決するために最後の HP49g で導入された新設計のものを使っている。HP50g の販売開始から1年後の2007年に登場した TI e n s p イヤ e t i e n s p イヤ e CAS は HP50g を性能で圧倒した。販売開始から1年で HP50g は完全に時代遅れになった。 この電卓の入手性に関する告知は2006年9月に HP 社によって行われた。公式な詳細は HP 社のウェブページで以前まで参照できた。HP50g は2015年に製造終了となった。これによって HP-28C から始まった RPL 搭載の HP 社電卓は28年にわたる歴史を終えた。 2013年から発売されている h p プライムはハードウェアアーキテクチャもプログラミング言語も操作性も完全に異なるものであり h p 5 0ムの後継とは言い難い。RPL についての詳細は RPL を参照のこと。HP49-50 シリーズは RPL と呼ばれる代数的かつスタックベースなプログラミング言語をサポートしている。 RPL は逆ポーランド記法とリスプ言語を組み合わせた言葉である。しかし実際の文法はホース言語に近い。RPL はスタックベースプログラミング言語にリストと関数の概念を追加しており評価していないコードを引数として関数に渡すことができる。あるいは関数が終わるときにスタック上に評価していないコードを置いてそのコードを呼び出し元に返すこともできる。 最上位レベル言語のユーザープルは電卓に内蔵の構築法操作のシーケンスで構成されており、ループや条件分岐も使える。ユーザープルの各コマンドはスタックに積まれた引数を確認し、不正な引数であればエラーを返す。ユーザープルの下位レベル言語はシステム RPL である。システム RPL のコマンドのほとんどは引数確認をしない。 引数の方は特定の方だけを受け付ける。そのことによってシステム RPL はユーザー RPL よりも格段に高速に動作する。その反面、不正な引数を渡すと電卓をクラッシュさせてしまう。付け加えるとシステム RPL はユーザー RPL で使えない多くの拡張コマンドを利用できる。HP48 シリーズと違って PC ソフトウェアなしでもシステム RPL のプログラムを作成可能である。内蔵コンパイラモスドのおかげである。モスドはサターンアセンブリ言語と ARMV4T ア,アセンブリ言語を電卓上でコンパイルできる。多くのツールがプログラマーのために存在し、HP49-50 シリーズを強力なプログラミング環境にしている。h p グラムと h p グラムの サターンアセンブリ言語、ARM ア,アセンブリ言語、そして C 言語は PC 上のコンパイラでもコンパイルできる。HP49、50シリーズで p ープ p l 言語をプログラミングすることはできない。HPGCC は GNU、GPL 化で配布されている GCC コンパイラの実装の一つである。HPGCC の主な対象は ARM を搭載した h p 4 9ム。 HP50g である。HPGCC の以前のバージョンは他の ARM 搭載 HP 社電卓もサポートしていた。しかし、それを求める人が少ないことや互換性の問題が原因で削除された。正式には HPGCC はクロスコンパイラである。ARM 搭載 HP 電卓用のコードをコンパイルするが、HPGCC は PC 上で動作する。 HPGCC の最新バージョンは初期バージョンから多くの改良がなされている。最も注目するべき点は、コンパイルされたコードはデフォルトで ARM のサム命令になることである。その結果、わずかな性能低下を伴うが、コードサイズは大幅に縮小される。a n シ c ーシー言語のほとんどを実装しているだけでなく、デバイス固有のライブラリーもあるので、電卓の RPN スタック。 メモリ、ピエゾソシブザーのようなものを扱うことができる。GCC コンパイラ自体はフリーソフトウェア財団の資産であり、その財団は GCC を利用したできた成果物に対して特定のライセンス制限を課していないと宣言している。しかしながら HPGCC に含まれているライブラリーは HPGCC でコンパイルされたプログラムを 実際の電卓で実行するために必要なルーチンも含んでいる。HPGCC のライブラリーは改変 GPL ライセンスの下でリリースされている。他の多くのプラットフォームの GCC がライブラリーに対して GPL より制限の緩いライセンスを使っているのとは対照的である。このように HPGCC のライブラリーとリンクしたすべてのプログラムは GPL で リリースされたとしても配布することだけが可能である。以上は英語版によるが HPGCC の改変、GPL がどのようなものかは不明である。通常の GPL はソースコードの開示請求に応じれば販売も可能なのでそこのところが異なるのかもしれない。HP49G のエミュレータがいくつか存在する。Emu48 は HP49G 用のロム2.09があれば、HP49g と HP50g のほとんどの機能をエミュレーションできる。しかし、ARM コードは実行できない。HP49G 用のロム2.09がまだ入手できるのかどうかは不明である。X49GP という ARM ベースのエミュレーターがリリースされている。HP49g。 HP50g の ARM プロセッサーの本当のエミュレーションが可能である。HPGCC2 と HPGCC3 でコンパイルしたプログラムも実行できる。このエミュレータはソースコードのコンパイルが必要なため導入が難しい。上に Linux と MacOS だけで利用できる。2012年にヒューレットパッカード社は Windows 向きに公式エミュレータ。 HP50g バーチャルカルキュレーターをリリースした。ファームウェアバージョンは2.16までリリースされた、実機は2.15目でだったので、公式エミュレーターのファームウェアの方がバージョン番号が大きい。スマートフォン用にも HP49、50シリーズのエミュレーターが存在する。M48 というスマホアプリは HP49G をサポートしている。 その後継アプリの M48 は h p 4 9ムプラスもサポートしている。h p 5 0ムというスマホアプリは名前の通り h p 5 0ムをエミュレーションしている。HP49G ユース,エス、イト、2から18チェンジング、A、モード、http コングループスドットネット、コンプ、S、HP48 インスタウリングレーテストマイナス四十九グラムマイナス五十グラムエミュレーターロムオンエーマイナス四十九百九十四万二千六十三 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.fourier.ujf-grenoble.fr スラッシュパリッセ、イングリッシュ、html ハット HP カルキュレーターデパートメントクロージングハット HPCALC.org ニュー HP49G カルキュレーターハット https コロンスラッシュスラッシュコマースドット HPCALC.org スラッシュ SERIALCABLE.php ありがとうございます。